レブカの歴史的港町はフィジー・オバラ島の港町レブカの沿岸部に残る歴史地区を対象とする国際連合教育科学文化機関の世界遺産リスト登録物件である。コロニアル建築が見られる町並みはオセアニアとヨーロッパの文化交流や植民都市の歴史を伝えている。最初のフィジーの世界遺産であるとともに町並みとして世界遺産となったのは オセアニアで初である。レブカ歴史地区の発展は4期に分けることができる。第1期は、ベシュドメール交易の拠点として発達し始めた1820年代から1850年までを指す。もともと存在していたビトガ村の遺跡などが、この時期の様子を伝えている。第2期は1850年から1874年で、 当時フィジーにあった王国の一つの王となったザコンバウがレブカを拠点としていた。この時期にはヨーロッパ人の入植者も増えメソジストの教会などキリスト教関連の建造物も,も建てられた。第3期は1874年から始まる。1871年にイギリスからフィジー王に認められたザコンバウは1874年にフィジーを イギリスの保護領とすることに同意した。実質的な植民地となったフィジーで最初の首都となったのがレブカであった。この時期がレブカの最盛期にあたるが沿岸部に細長く展開する一方、後輩地がすぐ山になっている地形的制約によって1882年にはビチレブ島の巣に選挙された。第三期はこの百七十四年から百八十二年の わずか8年ほどの期間を指す。しかし、短期間で選挙されたことは、オセアニアに多く残る港町、ことに、サモアの首都アピアと異なる特色を、レブカにもたらした。アピアと、レブカは、植民地時代に首都だったことがある港町で、オセアニアの他の港町とは一線を画するが、アピアは、今も、なお首都であるがゆえに、かつての発展段階を伝える。 建造物群が十分には残っていない。これに対し短期間だけ首都となった後に緩やかに衰退したレブカにはそれぞれの時期を伝える建造物群が良好に残る。これは世界遺産登録にあたっても評価された点である。第4期は首都で亡くなった後の1882年から1930年代である。1895年のサイクローンはレブカに 甚大な被害をもたらしており、この時期の建造物群には、その時に再建されたものを含んでいる。フィジーに、甚大な被害をもたらした2016年2月のサイクロンウィンストーンは、レブカの歴史的な街並みに対しても、大きな被害をもたらし、世界遺産センターからも被害に関するアピールがなされた。ラベカ、ヒストリカルポートタウン世界遺産登録地、レブカには1960年代に、 日本の商社がマグロなどの加工工場を建設した。後に経営はアメリカの水産加工会社の手に移ったが、この工場の雇用がレブカの経済を支えている。歴史的街並みへの関心はフィジー国内の観光振興に関連する形で1970年代に高まり、1989年には歴史都市と位置づけられた。フィジーの世界遺産条約定約は、 その翌年の1990年11月21日のことであった。フィジーがレブカを世界遺産の暫定リストに記載したのは1999年10月26日のことであり、当初の記載名はオバラウ島のレブカであった。フィジーはレブカの推薦に向け、その準備となる比較研究や保護、管理体制の整備などを目的として、 世界遺産基金から2003年に1万アメリカドル、2008年に1万5000アメリカドルの拠出を受けた。正式な推薦書は2012年1月30日に世界遺産センターに受理された。翌年、世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議は登録を勧告した。勧告を踏まえて、その年の第37回世界遺産委員会で正式に 登録が決まった。フィジーで初の世界遺産であり、オセアニア全体では7件目の文化遺産となった。街並みを対象とする世界遺産は数多くあるが、オセアニアでの登録は初である。世界遺産としての正式登録名は、ラベカ、ヒストリカルポートタウン、ビルポートシューターイーストリックでラベカである。その日本語訳は資料によって以下のような違いがある。 ビーチストリートレブカには木造の1、2階建てのコロニアル様式の建造物群が残る。レブカのメインストリートといえるのは海岸沿いのビーチストリートである。この通りの南部には19世紀末のレブカタウン、カウンシルがあり、通り沿いに中心部に向かうと1890年代に建設されたエイエやセイクリットハート教会が残る。 セークリットハート協会は1866年建造で、石像の時計台を用している。通りを内陸側に入ると、フィジー最古のホテルである木造を2階建てのロイヤルホテル、フィジー発の公立学校であるレブカパブリックスクールなどが残る。19世紀前半のレブカこの世界遺産は、世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。